そうだね。社会、会社とか仕事を始めてやることと、なんか学校でやってることはもうそっちが違うような気がしてね。だから学校でね、なんか成績が悪かったからっていうのもなんかあまり関係ないような感じがしますよね。学校から出ようと俺は思ってたな。ああ。大学2年生から早く出ようと。インターンをした時に衝撃があって、学校でやってることってこんなスローであんま意味ないことなのかと、みたいな感じで思って。学校にいる人やっぱりスローなんですよね。インターン経験がない人やっぱり敏感ではない。ちょっと遅れてるというか、考え方がね、カンファタブルで、甘いと言ったら変だけど、まあ、現実味が多分ないんだろうなというのは感じましたけど。会社とかで働いててね、やっぱりマネージメントとか上手い人がいて、特にね、女性がね、女性とかゲイの人がね、ものすごいこう、細かいっていうか、プランを立てるときに、ね、そういうのを目の当たりにして、なんか、男性的なも、あの、得意な分野とか、女性的な得意な分野とか、そういうのがなんか生かされて、たらいいと思うんですけど、なんか日本の受験とかねっていうのはそういうのは完全に無視していると思うので、ね、見直した方がいいけど、もう手遅れかもしれないですけどね。遅れもないにも受け皿ないんじゃないですか。これはまた完全に日本の会社とか、その社会、その仕事、大学卒業後の仕事の状況とかっていうのは、一つの動画になっちゃうと思うんですよね。観測、オブザベーションだけで喋ったとしても。まあ日本にいないから、多分そんな分かってないかもしれないけど、ただ、海外と比べることができるから、まあ、あれですよね、カズさんあれですよね、大学までの情報はあるけども、大学終わった後のあれがないっていうのを言ってましたよね、そうですね。喋りたいことで。喋ってなくないですか、喋りましたっけ、今今日。日？最初にこう言おうって言ったことを言ってないっていうことですか？言いましたっけ、まあ、フリーフローでいいんですけど、確かにないですよ。だってやっぱり結局戻るけど、みんなで日本に帰っていくっていうあれですよね。今分かりました。はい。だからそのね、留学した後の知識っていうことだね。やっぱりね、中国人とかはね、韓国人とかはもっと現実的な気がするんですよね。だからこっちに留学してきてるけども、もう生活はここでするぞみたいな感じもあるので、サバイバルっすよね。ね、勉強だけじゃなくて、例えば自動車買うときに中古車がいいか新車がいいかとか、そういうのもよく計画して買うとか、早いうちにコンドミニアムとか家を買って投資を始めるとかね、そういうなんかこう、アメリカ人と同じような意識で、留学してきてるけども、アメリカ人と同じような意識で来てるので、だからなんか、日本だったら自国のことが意識しすぎて新しいことを学べないっていう感じですけども、そのあたりが違うんじゃないかなと思いますね。中国とか韓国とかハングリーだけっていうだけじゃなくて、もっと現実的っていうかね、インドの人なんかでも。あれですよ。日本人がスマートではないっていうわけじゃなくて、能力的には日本人多分めちゃめちゃポテンシャルあると思うんですよね。ノーベル賞の科学とかめっちゃ取ってますよね、日本人が。サイエンス。能力はあると思うけども、多分、方向性が日本っていうところで限られてるから、なかなか世界からあんまり見られてないだけだと思うんですよ。多分。だから日本のトップの、このハイアロキーのトップの人は、多分日本のトップの会社にいて、日本に留まってるから、なかなか北米とかでそういう人を見ないだけで、その人たちがもし海外を意識してやってたら、多分ね、そのチャイニーズとかコリアンとかインディアンのトップの人が今北米にいるわけじゃないですか。トップの大学出た人がアメリカのマスター取ってるわけだから、多分日本のトップの人がやってるかって言ったらやってない。なんでかって言ったらもう日本多分心地いい、まあ生活のね、ホームベースで日本でも十分というか、むしろ日本の方がね、ミシュランの三つ星レストラン一番あるらしいじゃないですか。どうなんですか。伝説で言うと。だからそういう部分でも、
すごい良すぎる。安全で、安全志向だし、日本人は。食事も大事です。正社員制度があるから、早いうちにね、こう就職しとかないといけないですからね、冒険できないじゃないですか。安定志向強いんですよ、うん。まあ、だから、起業少ないですよ。こっちだと、なんか、いくつになっても、こう、つま先立ちっていうんですか、次、どういうふうに自分を磨くかみたいなのがすごい大切になってきていて、今、私自身もね、なんとなくね、なんていうの、日本語で、次のステップかな、っていう気がしていて。なるほど。その期待ですね、やっぱり。うん。あれっす。それ、なかなか日本にいたらみんなこうじゃないですか。うん。段階踏んで。でもアメリカとかヨーロッパの場合って、転職とかね、もう道が自由に決められるから、で転職もできるし。部長、課長、部長、窓際族みたいな、そういうのじゃないじゃないですか、日本って。だから、それは、個人的にやっぱり、人生の先輩であるわけで、で海外でそうやって仕事してて、でいろんなことがあるわけじゃないですか、例えば家庭を持ってとか、いろんなそういう、それは聞きたいですね、個人的に。多分。まあ、じゃあ、なんか、じゃあ、なんていうの、機会を変えてってことにしましょうか。そうですね。ね、それは俺個人的にへーっていう感じでどういうことを意識してるのかみたいなとかいろいろあるじゃないですか。ものすごい具体的なことをちょこっと言っとくと、例えば大学院を卒業して最初に仕事した始めた頃にはまあデータを分析してたらいいという感じですよね。で次の段階はいやデータいつまで勉強しててもなんか昇進できないなとかっていう感じになってきて、今度は自分自身でグラントをこう取ってやっていってで、そろそろ分析ばっかり、まあ、分析だけでデザインをしたりとか、いろんなことが分かってきて、次はマネージメントしたいけども、マネージメントが嫌だなと思っていて、じゃあどうしようかという、確かにちょっと考え、でもまあ、自分で作っていくという面もあると思うんですよ。なんか、マネージメントは人にやらして、自分はテクニカルなディレクターって呼ぼうとかね、なんかこう、いろいろ考えてるんですけどね。それなんか、うん。一緒だと思いますね、やっぱり。エンジニア、ずっとテクニカルにいるのか、そのテクニカルから、もう少しビッグピクチャーを見てマネジメントに行くのか、両方行くのか、テクニカルだけで行くのかっていう、多分自分も考える道だと思うんですよね。まあ、ずっとテクニカルではいないと思いますけど、僕は。どこまで、だから結局なんか年齢とか経験ともに給料が上がっていったときに、ある時点でこう分析できるのは若い人でもできるというとこが出てきて、そればっかりやってたら、いらなくなっちゃうかもしれないので、ね、で、ね、そこにこう、いろいろプラスアルファを加えていって、みたいなね。それが、この年になってもなんかこう、いろいろ考えなきゃいけないっていうか、そして教科書に書いてあるわけじゃないわけですよ。この時はこうしなきゃいけないって書いてないので、だから、自分でやらなきゃいけないっていうかね、考えなきゃいけない。周りを見て、どんな感じ、うん、それってソフトエンジニアの場合、完全に、ソフトエンジニアからテクニカルリードとかソフトウェアアーキテクトになるんですよね。うん、アーキテクトの場合はそのデザインをして、で、ニーリグリリディテールはエンジニアに渡すみたいな。でもっと上に行くともうね、プロジェクトマネージャーじゃないけど、なんかもう少しディレクターレベルになっていくみたいな。だそのパスはエンジニアでもあるから、確かにあれですよね、ステップアップって結局リスポンシビリティを増やしていきたいじゃないですか。で、そのインパクトを与えたくなるから、その場合に自分他の人ができることを自分がやってもしょうがないなみたいになるからどんどんステップアップするわけで、それは自分も考えてるから、まあでもまあ5年10年先かなと思うんで、俺の場合はまだいろいろリモートでやりたいとか他のゴールがあるから、ライフスタイル的な。でもそれはすごい実感というか、面白かったの、最初データ分析ばっかりしてたんですけど、ある時にね、あるグラントがもらえたんですよ。その RCT っていうのは今、コンサート、この流行ってるんですね。実験って。教育の世界で本当に実験するんですよ。なんか、20校の先生方にはこのプログラムをやってもらって、あとの20校は何もしないで、それでどう、1年後にデータ集めてどうかとかっていうのをやるんですけど、1個そのグラントを買ったら、それをもらったからという理由があると思うので、2個目も勝つっていう、ね、日本語で変ですね。ゲットできたんですね。で、2個ゲットしてるから、また3つ目ももらえたんですよ。
で、将棋やってるうちに5つぐらい、なんか、勝ててというか、ゲットできて、で、いつの間にか数がこの分野では、専門家だっていうふうになってしまって、偶然。だからその辺なんか変わってきたんですよね、役割がだんだん。ね、そうじゃないですか。ね、それがものすごい面白いと思って、じゃあ次はどうしようかなと思ってるんですけど。うん、そんなもんじゃないですか、やっぱり。ね、でも最初の1個目勝ったときは、勝ったじゃない、1個目のグラントをゲットしたときは別に専門家という感じじゃないんだけども、周りが専門家と思いますよね。そしたらその期待に応えるみたいな感じで。それ、